BN ホルックは、かつてインドネシアの首都である、ジャカルタ都市圏の電化鉄道路線で運用されていた、キロリットル3から94、96、97、98、99、2000、2001系電車の通称である。この項目では、BN ホルックから改造された、隠し鉄道車両についても解説する。1992年から1993年に、 かけて製造されたキロリットル3から92、9 3系アブヒュンダイに続き、ジャカルタ都市圏の電化路線に導入が行われた電車。車体は、ベルギーのラブルージアイズイナベル SA によって設計が行われたステンレス製で、前面は繊維強化プラスチックによって構成され水色や橙色などの塗装に塗られていた。制御装置は、 オランダのホルックが製造した GTO サイリスタ素子の VVVF インバータ制御が用いられた。なお1994年に製造された初期車は欧州で製造された完成車両がインドネシアに輸送されたが、1995年以降はインドネシアの国営企業であるインダストリクレターピがベルギー・オランダ各企業からの支援を受けてノックダウン製造を実施しており、 インドネシア国内で最終組み立てが行われた初の電車となった。これらの車両については全面の形状が変更されている。1994年から2001年にかけて4両編成32本が製造された。主に4両編成を2本つないだ8両編成で運用されたほか、編成の組み替えによる8両固定編成も導入された。だが、 現地の河川電圧が不安定であることから、複雑な気候を有する VVVF インバータ制御装置の故障が頻発し、維持費も高騰したことから2001年以降は予備部品確保のための廃車が行われるようになった。さらに、都営6000系電車から始まった日本の中古電車の大量導入により運用の離脱が進み、冷房化や電気式機動車への改造が行われた。 編成を除き2012年までに全車廃車となった。故障の頻発により導入から数年十数年での営業運転離脱を余儀なくされた BN ホルックの多くの車両は一方の先頭車の車内に大型の発電機を搭載し、それを用いて中間電動車の床下に設置された既存の電動機を駆動させるという電気式機動車に変更されたほか、 冷房装置の搭載や全面形状の変更などの改造も施された。2006年にスラカルタマイナスジョグジャカルタ間を結ぶ快速列車であるプランバナンエクスプレスに導入され、本数増加や所要時間の短縮などにより、利用客から高い評価を受けて以降、インドネシア各地の非電化区間の近郊、中距離列車に用いられている。営業運転を離脱した車両のうち24両に、 ついては冷房装置の設置や全面の改造、8両固定編成化などの改造を実施し、2014年以降、KRL ラボタベックの電化路線で営業運転を再開している。ありがとうございます。